にゴミが入ったでさ、それなぁ。どうしたの？なんかあった？なんか目の中にゴミが。うぅ、またそれ鳥の糞だよ。え、やっほー、アリナです。ごめん、先週の土曜日の動画出すのできなかった、ごめんね。みんなってさ、目の中にゴミ入ったことある？あるよね、それ。そっか、ごめん。アリナはね、中学校の時になんか目がめっちゃ痛くて、痛い痛い、取れない取れない取れないってなってたんだけど、そのゴミがまさかの10センチほどの髪の毛でした。やばくね？どうやって入ったんだよみたいな。長いもんだから全然目から出てこなくて、黒い豆のとこに出てきたらもう本当に痛くて、もう、あ、目が、あ、目が。でね、それどうしたのかっていうと、給食の時になんか、アリナちゃんここに髪の毛ついてるよって言われて、え？って取ったら目から出てきたんだよ。多分まばたきのおかげで取れたんかなって思うんだけど、まばたきの重要性をとても感じた日だったね。みんなも目の中に蛇とか入ったらまばたきをいっぱいしましょう。明日も元気にいってらっしゃい。バイバイ。